皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。もはや1位に近い2位ではなく、3位に近い2位か、3位転落もありえそうだ。7月7日投開票の東京都知事選で現職の小池百合子知事、71の対抗馬、投目されていた元参議院議員の蓮舫氏、56の支持が失速している。きょとんとした表情で、2位も難しいのか。 追い込まれる連邦候補意外な素顔写真6月20日の公示日直後に政界関係者の間で出回った自民党調査ナルデータでは小池氏が10ポイントのリード日本共新聞社の選挙戦序盤の情勢調査でも小池36連邦26と両者の差は10ポイントあった。 都知事選は1947年から2020年まで現職が12選無敗。現職の都知事で敗れた候補はこれまでにいない。小池氏は4年前の選挙で366万票を集め、歴代2位となる得票記録を持っている。自民党、公明党、国民民主党、都民ファーストの会が小池氏を事実上支持しており、 今回も250万票は堅いと目されている。しかし、東京都は無党派層が圧倒的に多く、風が吹けば投落を左右しかねないのが特徴だ。選挙前までは蓮舫氏には風が吹きかけていたと蓮舫陣営の幹部は現状を嘆く。火を追うごとに石丸真嗣氏、41に追い上げられており、小池氏に勝つどころか任意を死守。 と目標が過方修正されている情勢調査は各社で割れているが、日テレの調査とされる小池43連邦19石丸16という数字が実態に近いと感じる。6月30日、日曜日までの期日前投票のデータとして NHK が算出したとされる数字では小池45石丸25連邦20と石丸氏に抜かれていた。 責任をトレーン会長と幹事長に押し付けようという動きが出始めている。蓮舫氏の左定は何だったか、少子化対策や若者支援、非正規の格差訴えを掲げた七つの約束とした公約にミスがあった、と立憲民主党の都議会議員は分析している。鈴木列都議と五十嵐詠利都議という、立憲の中でも左派の二人が中心となって草案を作り、党政調の職員、 国会議員秘書が肉付けを行った時々蓮舫さんがやってきてペット殺処分は外そう行財政改革は強調など意見を伝え7つの約束が出来上がったただ数値目標はなく多子世帯を住民税非課税世帯のように扱うなど立憲のステレオタイプな公約ばかりが並んでいた都の現状や問題が分かっておらず 都の幹部が作った小池氏の公約と差が出た蓮舫氏は29日に追加の公約を発表神宮外苑の再開発について賛否を問う都民投票の実施を提案しただが急場しのぎの間はいなめず公約を伝達する方法にもミスがあった自民党職員が失笑する蓮舫氏は人が多い中央線沿線を中心に演説している しかし、話の内容は若者支援や非正規の格差解消。聴衆に響かせたいのなら、23区内でも平均所得の高くはない地域で演説すべきだった。立憲、共産党、社民党の3党で取れると目されるのは140万票程度。不動票を上乗せしないと小池氏には勝てない。ところが、不動票は人気急上昇中の石丸候補がさらっている。 半小池票も石丸候補に持っていかれるという低堕落だ。小池氏は6月22日に八丈島で告示後初となる街頭演説を行い、翌23日は JR 奥多摩駅で演説を行った。29日には足立区の北千住で23区での初の外旋を行い、翌30日は大田区の蒲田で行った。蓮舫氏と対照的なこの演説戦略は、川上作戦。 と言われている住民の少ない軍部から始め終盤にかけて川下の都市部へと向かい支援の輪を広げる戦術で小田中角栄氏が得意としたものだただ小池氏にも危うさはある粛々と選挙戦をこなせばいいのに八丈島や奥多摩でフリージャーナリストにカイロ大学歴詐称疑惑などを追及されてイラつきを隠せなかった八丈島空港では思わず 翼の塔の人。と切り返していた。あまり話題にならなかったが、この手の絶下事件は避けたい。都民ファーストの会幹部。現状で3位につけていると見られる石丸氏は7月1日、雨の平日夕方にもかかわらず、阿佐ヶ谷駅周辺をたくさんの聴衆で埋めた。ただ彼の演説はゆっくり丁寧だが、スローガンばかりで具体策は乏しい。話術で言えば、 小池氏や蓮舫氏の方が巧みだ。演説は下手だけど、そこが永田町に染まっていないようで新鮮に映るのではないか。私も20代から150近くの選挙に携わってきたが、ボランティアが5000人も集まった候補を見たことがない。お金をかけずにポスターを公営掲示板に貼れた上、献金は2億円も集まった。予想外のことが次々と起きている。 長田町で選挙の神様、当選しとの異名を誇る石丸陣営の選挙プランナー、藤川慎之助氏、70、は困惑しつつも、こう断言した。150万票は見えてきた。2位は蓮舫さんではなく石丸でしょう。七夕に小池氏を追い詰めて、意気揚々と次期衆議院議員に出馬する蓮舫陣営が書いていたとされるシナリオは、修正を余儀なくされそうだ。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。